津島国、津島の国は、かつて日本の地方行政区分だった、両政国の一つ、西海道に属する。津島国の所見は、三国志疑似和人伝の津島国、津島国である、三国志のテキストの間でも番によって表記が異なり、現存する最古の番である、小広史、小規本では、大会国、よりポピュラーな番である、小公、小公本では、津島国となっている。 和人伝の今、使い分けを通ずるところ三十国のうちの一国。日本では、津島とも書かれたが、七世紀に、律令制の地域区分として、津島国が設けられると、津島の表記に定まった。古事記の建国神話には、最初に生まれた島々、大八集の一つとして、津島と記されている。日本初期の国海神話の中には、津島す、津島島の表記で登場する。 古くからユーラシア大陸との交流があり、歴史的には朝鮮半島と和国、和人、山和を結ぶ交通の要衝であった。津島国は律令成下で津島島とも呼ばれ、その国史は島司とも呼ばれた。701年大宝元年の大宝律令では津島島と解消され、後に再び津島国に服している。国内には 上阿がた軍、下阿がた軍の二軍が置かれた。上あがた軍は、稲、く向井、い、峰、助盛、佐合の五郷、下阿がた軍は、筒、ケチ、カシ、ヨラ、玉月の五郷からなった。大会前は、上阿が下加の両国像の領域であった。演技式によれば、太財府からの帰路工程は4日、小税3920束、用途、 中男作物は免除され、特産品としては銀を納めることとなっていた。岸和人伝には、津島国が和国の一国として登場し、山大国に服属したことが記されている。津島国の知史については、同書は以下のように説明している。弥生時代の津島北部の集落遺跡等の首遺跡、津島市上津島町では、石棺の内外に朝鮮半島系を呼び、 中国系のもの、方角菊文教、道釧路、糖質土器など、時田九州系のもの、広木先道鉾、玉など一緒に服装されており、銀史における南北市長の記載を裏付けている。四世紀になると、津島にも本格的に古墳時代が到来する。四世紀後半以降、東海岸の鳥立浦周辺に、機内型の前期古墳で、島内最大のデイズカ古墳、 津島市三島町が出現し、続いて、前方公園墳を含む根底粉群、津島市三島町が作られ、5世紀から6世紀後半に及んでいる。4世紀後半代には北部に大将軍山古墳、津島市上屋形町が作られたものの、全体から見れば、古墳分布は、旧来の浅治湾周辺の社会集団と関係を結びながら、山東県との連絡に公的な東海岸通立地、 裏付近に王権と直接繋がるような主張層が成立してきたことを物語る。白月の絵の戦いの後津島には、先森との路地が置かれ、山城も築かれて外交の防備としたが、8世紀から9世紀にかけての白木の入港、11世紀のトイの入港など、しばしば戦火をこむった。島の主張について、仙台九児本議の国造本義では、 津島県治家と伝える。古墳時代には、大和王権がたびたび、朝鮮半島に出兵しており、こうした状況は、日本初期、公海道を非文、僧女は国伝、三国式の記載でも認められる。この中で、津島の具体的な地名が登場するのは、日本初期における、神宮皇后の白木正統伝承であり、それに関わって、ワニ神、ワニの津の地名が登場し、 津島に三宅を設置したと記述される。朝鮮側の記録としては、三国式に、新羅王実践に資金の地位七7年、408年に、和人が白木を襲撃するため、津島島内に軍営を設置していたことが記されている。645年の大火の改新の後、律令制が施行されると、津島は、再海道に属する、両政国すなわち、 津島国として、現在の伊豆原に国府が置かれ、大宰府の管轄下に入った。水戸天皇における600年、水戸8年と607年、水戸15年の建隋市も、また630年、除名2年の犬神の御助より始まる初期の建陶市もすべて後悔は、生きと津島を航路の寄港地としていた。663年、天寺2年の白月の絵の戦い以後、和国は、 当、白木の信仰に備え、664年には、津島には、先森が置かれ、ろし、飛ぶ日が八カ所に設置された。先森は主に東国から蒸発され、万葉集には、数多くの先森歌が残っている。667年、天時六年には、浅地湾南岸に、山城カナダ城を築いて、国境要塞都市、674年、天武三年、 白宝二年には伊豆原が正式な国府の地に定まって、同年、津島国主を司会造大国、おしみの宮津湖の多くに、が津島で産出した銀を朝廷に献上した。これが、日本で初めての銀の産出となった。津島銀山。七百一年、文武五年、津島で産出したと称する金を朝廷に献上したところ、これを喜んだ朝廷によって、 大砲の言語が建てられた。ただし、これは現在では、偽であると言われている。なお、同年制定の大砲律令において、津島国は、津島島と表記されている。先森の姓は、三年交代で東国から派遣された、兵士二千余人によって成り立っていたが、七百三十七年、天平九年にはこれを止め、九州本土の畜紫国人を、行き、 津島に派遣することに改めたが、再び東国人の姓が復活し、757年、天平法事元年にはそれも廃して、西海道のうち七国、筑前国、筑後国、飛前国、飛後国、武前国、文後国、日向国の平成人をもって、これに変えることとした。741年、天平十三年、鎮護国家を目指した。 聖武天皇の国分寺建立の御事乗りにより、津島にも府中伊豆原の地に、島文寺が建流されたが、孔子は一旦敗された。なお、759年、天平法寺三年に、藤原麻丸が白木政党を準備したとき、東国の戦乱編成に、非全国2400人、津島党200人の過去が含まれていたという。平安時代に入って、 関武天皇の時代には、先森制は広く廃止され、軍団制に改められたが、一気、津島の両国に関しては、例外として、先森を残した。たびたび起こった、白木の入港では、八百十三年、公認四年の公認の浜田は、津島を襲撃したものではなかったが、入港の後、津島には白木後の通訳を置いた。四十一年、上和八年には、 太財府の俗官、総百余人が、津島の先森に当てられた。律令制の主観は、津島国においても、例外ではなかった。日本文徳天皇実録天安元年、857年6月上に、津島国主として、盾の正峰の名が見えるが、同年に、上阿が軍主義主張、浦部河内マ下阿が軍に大領寺か浦修羅が率いる三百余の、島民が、国主。 縦の正峰の館を襲撃し、国史を斬殺した事件が起こっている。八百七十年、上岸十二年には、津島に、戦士五十人が敗され、八百七十四年、上岸十六年には、白木人が津島に漂着したものの帰国させられた。八百九十四年、官平六年には、白木の属船、大小百石約二千五百人が、佐数に襲来したが、 国主、噴や全遊が撃退している、官票の浜百936年、上平6年、朝鮮半島を駒が統一し、津島に、高来の南原府の皆吉津吉が津島に、漂着したという。また、10月15日には、近海府の理順たちが太宰府に、到着の方が届いたが、国交成立に至らなかったとされる。年、年、 正体不明の俗戦50隻が津島を襲撃した。記録されているだけで殺害された者365名、拉致された者1289名で、有名な津島銀行も焼損した。これは、奴隷にすることを目的に、日本人を略奪したものであり、被害は津島のみならず行き、北九州に及んだ。後に、属の正体が、トイ、女神族であることが判明し、この事件は、 トイの入港と呼ばれるようになる。女神族は、この時津島の宝願大長新諸金とその一族を捕虜にしており、諸金は一度は逃亡できたものの子を訪ねて、後来に渡り、日本人捕虜の悲惨な境遇を見分して、帰国したという記録が残っている。津島国は、古代後半にあっては、アビル氏などの在庁官人による現地支配がなされていた。年、 過去二年五月二十五日、全打財言の措置のせいに異行権中納言、藤原コレフサが前津島守藤原厚助と図り、国金の死亡役を行い発覚。コレフサは十二位に降格の上、厚助は十五位下の以下へを剥奪された。千百一年、河和三年七月七日、津島守源義近が現地で、打財布の命を聞かず、官物を横領し、 人民を苦しめるとの方が、太宰言の措置、大江正房より、朝廷にもたらされ、吉地下追悼の還付が発せられる。源の吉地下は、天下第一武勇の死として名高い河内源氏の統領、八幡太郎義江の着難である。吉地下の追悼以降、河内源氏は、勢力が衰え、吉地下に追悼に、功のあった兵士が台頭する契機となった。 1274年、文英11年と1281年、公安4年の2度にわたって、現行の襲来を受け、宗助には迎撃したが戦死。一時元軍に占領された。その際、住民の男性は虐殺され、女性は手に穴を開けられ、紐を通して繋がれ、連れ去られたと司書には記されている。和行の主要根拠地の一つとされ、この和行討伐を目的として、 李氏朝鮮の軍が1419年、欧米26年に大規模な侵攻を行い、宗氏との1ヶ月にわたる戦闘の後撤退した欧英の外交。その後、宗氏は過吉3年、1443年に朝鮮と過吉条約を結んで、以後に長官の窓口となった。しかし、文明2年、1470年、 朝鮮国王政祖が、津島守護州市に施設を派遣し、日本の密公者の取り締まりを求めた。1509年、英雄6年4月、朝鮮は、津島当主、総在左官に在留期限を超えた高級山と帰国を求める施設の派遣を予定していたが、財政の急成で、施設派遣を延期するという。翌年、年には、現地在住のの民などにより、 三浦の乱が発生している。また、同年、朝鮮で三浦の乱が発生。宋氏は日朝貿易への影響力拡大を狙い、救援軍を派遣するも鎮圧され、在留日本人は追放。津島と朝鮮の関係も1512年、永正9年まで途絶する。また、この五ろ小西氏が大内氏によって、打宰府を追われると、宋貞盛は、 九州に出兵して、大内氏と戦った。しかし、小西氏が滅亡したので、津島に戻った。1592年、文禄元年、豊臣秀吉が朝鮮出兵を行った。貿易収入が失われることを恐れた宗氏は、戦争回避のため奔走した。開戦後は、富山と名古屋城との中継地となった。関ヶ原の戦いでは宗氏は西軍についたものの、 領土を安堵された。宗氏を藩主とする津島府中藩、十万国閣が幕末まで支配した。江戸初期津島藩は、李氏朝鮮との国交再開のために尽力。幕府と李氏朝鮮との関係を保つため、しばしば双方の国書を改ざんした。それを有力家臣の柳川氏が告発、柳川一軒に発展した。なお、江戸時代には、 鎖国政策が取られていたが、朝鮮とは正式な国交があり、対島藩は朝鮮通信士の先導役を務め、現在の富山市に和藩を置き交易を行った。国府は下淡田郡にあった。現在の対島市伊豆原町国分の対島市役所、旧伊豆原町役場付近と推測されているが、未だ遺跡は見つかっていない。聖武天皇が741年。 天平十三年に発布した国分寺建流の章の後、大日如来を本尊として、対馬島文寺、東文寺が下賀田軍の国府付近に建てられた記録があり、後の金井市場、伊豆原城の位置がこれに否定される。金井市場跡の発掘調査によって、島文寺のガラン配置などが解明されつつある。五十五年、天平法寺七年、国、島公司、 正確には国、島氏が廃され、復されて、島文寺に孔師が置かれたのは855年、最高二年であった。その財源は、九州本土の諸国に依存するところが大きかったという。857年、天安元年の国史、縦の正峰の乱では島文寺を消失し、翌天安二年、国府竹山六に、本尊大日如来を移して、大日堂が建立された。 これは後に、大日時と称された。現在の臨済州西山寺である。資料では、上元年間、八百五十九年から八百七十七年には、対馬島分寺の島内における財源補強の努力が確認される。一方、千四百六十八年、応仁二年、津島府中に今を構えた、総佐田国が、弟の保安宗近に、国分寺復興を命じ、 古代島文寺跡の山際に再建されたと推定されている。これは、江戸時代に入って1665年、漢文5年に、総吉真が金井市場を拡張した際に、清吉へ移された。さらに1863年、文久3年になって、伊庭屋と振り変わって、伊豆原町天と茂の現在地に移されたの釈迦如来を本尊とする原村国分寺である。 元村寺は、総統州天徳山国分寺と称し、かつては宗家の菩提寺だったこともあり、江戸時代中、後期には、朝鮮通信白第兵に際して、その客観として使用された。なお、島文二寺、国文二寺については詳細不明である。二宮以下は存在しない。近代以降は、津島市津島市出身の著名人を参照のこと、と、楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。